山村、巨里都市人足は、奈良時代後期の官人。姓はなし。下には、外十五位下、肥後城。日本初期巻、第十九、近明天皇元年二月城に、くだら人を乗れちぶ、投げかけり。和国の添上軍の山村におけむ。今の山村の土の土地部の先なりとあり。これは、現在の奈良市産町にあたる。新先生四六。 山戸国書しげには、己里氏どうぞ、これ以降の後なりとあり、己里氏については前述の、山戸国書しげには、出自身大使小概なりとある。小徳町の神語慶雲2年2月に、小六以上から、外中5位下に少女し、同月さらに、日後助に任じられている。また、公認町の法棄元年10月、日後守ろともするがマロ、助の若さぶさじマロ、 因外スケキ大順らとともに、城の聖六以上の三村、巨里市人足を、外十五一下に任じたとあり、これは、先の記述と矛盾しており、神後慶文二年の記述に、誤りがあるか、あるいは何らかの罪を得て、官位を降格されていた可能性もある。同箇所には、波にこれ、隋を蜜に離四国軍事なり、サヌル五月に直派べりて、暗い一回を進む。銭いたりで、 熟とも記されており、前代の聖徳天皇の時代に白亀を蜜ぎのぼし、そのことが法規改元のきっかけとなったことが、初期に見える。また、この時、被護国のみならず、伊予国の国史、軍事も除位されており、この場合も聖徳天皇の時代に迫禄を蜜ぎのぼしていたことが、初期に見える。による国軍のは、 改元前の神語慶運4年5月に決定されて、いたが、実施が5ヶ月遅れて行われており、この間に、聖徳天皇の崩御、道教の追放、公認天皇の即位など、正常の大変化があった。公認天皇の立場としては、聖徳朝の三月随による恩赦決定などを認めることはできなかったことが、想像され、また、これを公認即位の祝賀に変更するべく、 タイミングを見計らっていた可能性もある。食器に名を記されたものは5以上のものであり、この他にも6位以下で除せられた、国士、軍事もあったものと推定される。一族に法規8年7月に、山村忌み器を指定された、山村、古地大谷らがいる。俗に本気による。ありがとうございます。